方言大使ご出席の皆様だじゃ皆さんこんばんこばは安倍晋三です中華人民共和国が建国70周年を迎えられたことに対し日本国政府及び日本国民を代表し心から祝意を表します本年は中国が建国70周年を迎え日本が 平成から令和へと新たな時代を迎える節目の年です。日中両国が良い雰囲気の中で、それぞれにとって記念すべき年を迎えられることを大変喜ばしく思います。6月の G20 大阪サミットでは、日中両国が成功に向けた協力し、G20 としての力強い意志を大阪首脳宣言を通じて、 世界に発信することができました。セミットに先立ち行われた日中首脳会談と夕食会では来春に習近平国家主席を国賓として日本にお迎えすることについて首脳間で一致し日中新時代を切り開いていくとの決意を共有することができました。 日中両国はアジアや世界の平和と繁栄にともに大きな責任を有しています両国が地域や世界の課題に協力して取り組み国際社会への貢献をともに進めることは両国の新たな未来の姿を築くことにつながると確信しています今私たちはその新しい歩みを始めました そして来春の習主席の国印としての訪日は両国の新たな未来の姿を打ち出す上でまたとない重要な機会です日中新時代にふさわしい有意義な訪日にしていきたいと思います最後に日中関係のさらなる発展ご出席の皆様のますますのご健勝をお祈り申し上げまして 私の祝辞といたします。ありがとうございました。シェシェ。